はい、今日トレーニング終わって、トレ後の飯食います。飯なんか飯食いながらね、適当になんか語っておこうかな。今日のご飯がこれ、豚しゃぶのサラダとにポン酢かけて、豚しゃぶのなんか冷しゃぶサラダみたいな感じです。今夜はね、あの糖質抜いて、タンパク質と野菜中心に食べてる感じです。で今回ね、あの割と結構あの野菜摂るようにしてます。ちょっとね、いただきたいと思います。うん、うまい。でね、まあ、大会も2ヶ月切って、ね、そろそろあと1ヶ月と3週間ぐらいかな。僕もね、あのギアサードにそろそろ切り替えなきゃなと思ってるんですけど、ちょっとね、ありがたいことに最近結構仕事が本当にトレーニング行けるかどうかレベルでちょっと忙しくて、なんかやることとかね、そういうのもすごい増えてきて、ちょっとね、手が回らないコツとかもね、割と増えてきた、まあ嬉しい悩みなんですけども。で、やっぱりね、そろそろ僕もあの次のステップとして、自分のね、あの右腕じゃないですけど、それをちょっと作っていかなきゃなーってのを、まあ、前からね、ちょっとそれは師匠に言われてたんですけども、そこをやっぱり、より今後ね、意識していかなきゃなってことで、ちょっと自分のね、右腕的なポジションの人を、募集していきたいなと思ってます。これはね、まあ、この動画で募集ってことじゃなくて、まあ、今後、まあ、何から知らん形で多分募集はしていくと思うんですけど、やっぱりその僕がね、減量の末期の時とか、やっぱ僕がね、こうやって現役でいる限りとかはいいし、調子いい時はいいんだけどね、減量の末期の時とか仕事ストップしちゃったりとか、やっぱなんかね、どうしてもお付き合いでその日仕事があんまり回せないとかっていう時とかにね、やっぱりその僕と同じ考えとか、まあ、意思をね、それなりに持ってるにオールマイティーなやっぱ人間ってのは必ず今後、大きくなる上でやっぱ必要なんで、そこをね、次のステップとしてやっぱやっていかなきゃなと、まあ、自分でもね、ちょっとモヤモヤしてた部分があって。まあ、そういうちょっとつまずいた時とか、まあ、そういう時にね、まあ、師匠からいろいろね、そういった、今後ね、自分が大きくなっていく上での、まあ、アドバイスをね、いろいろいただいたりとかして、まあ、それで自分の中でね、納得して、行動するっていうのが、最近の流れにはなってるんですけども、やっぱりそこをね、最近ちょっとね、話した時に次のステップとしてやっぱそろそろやっていかないといけないんじゃないかってことで、いろいろね、アドバイスをいただいて、自分の右腕作りってのを、しばらくね、ちょっと探して育ててやっていこうかなと思います。まあね、外部の人間入れるってことはそれなりにね、まあ、いろんな弊害も生じるだろうし、自分のね、考え方が 100% その人が受け継ぐかって言ったらそれも難しくなってくるし、だからすごい人をね、扱うっていうのはやっぱいろんなね、まあ、永遠の課題というか、難しいことであるのはね、承知なんですけど、そこに対してね、行動を起こしていかないと、まあ、そういう人間も育たないし、そういう人間もできていかないし、僕もね、次のステップになかなかいけないと思うんでね。そういうところに、今度はね、次のステップとして意識をしていこうかなと、思いました、はい。意外にね、まあ、僕の会社のホームページとかから中途採用とか新卒採用を行ってないんですかみたいなことも、問い合わせ結構あったりとかもしたんで、まあ、そういった僕のね、SNS 経由で、まあ、近々ね、そういったもの面接みたいな形でやっていこうかなとは思ってます。はい。ですかね。まあ、飯を食いながらなんか語るっていうのが結構僕の、いつもの動画っぽく
で、まあ、最近の報告としては何かな、まあ、前ねあの動画のちょっと語りで話した時にその物とか、まあ、車とかね時計とか、まあ、そういうものは自分を高める一つの道具、まあ、としてね、買いたいんだったら買えばいいしっていう話とかをねモチベーションにつなげればいいって話とかを、まあ、この間語りでちょっといろいろ話したと思うんですけど、それでね、ずっとまあ車はぶっちゃけで言うとねあのタクシーでね全然事足りてしまうんですけど、僕電車乗んないんでほとんどタクシーでどこ行くにしても事足りてしまうんですけど、うん、まあその自分を高めるの手段の一つとしてっていう語り動画やっぱ出したんで、まあ、有言実行ってことでね、ちょっと車買おうかなと思っていろいろ探してて、やっとね、自分が探してるいいのをちょっと見つけて、それをなんと買ってきました、はい、で買ってきて、まあ、ただね普通に乗るのもちょっと嫌なんで、まあ、車のねセンスとかそういう改造のねあのセンスがものすごい詳しくて、あの師匠の方が詳しくて、まあ、師匠にねあのいろいろあのご教授いただいて、師匠モデルにねちょっと改造してもらいます、はい。で今月の末にちょっと納車なんですけど、まあ、ビフォーアフターのね、動画とかも撮れたらいいなと思います、はい。まあ、もちろんねそれを変えたことに対して嬉しいとか、まあ、それを出すことによって、背筋主義だとかね成金だとか、まあ、まあ皆さんが一部の方が、まあ、言いたいことは分かるっちゃ分かるんですけど、別に僕がしたいのはそれを、買ってすげえだろうとか、じゃあベンツ乗っ取るすげえだろうなんてのは正直どうでもよくて、うん、ほぼ乗んないし、うん、S550 ってのを買ったんですけど、それ買ったからじゃあ何がしたいかって別にコストコ行くぐらいだし、週に1回か2回多分乗るか乗んないかレベルだと思うんですよね、うん。だけど本当に前言った通り、それを買うことによってやっぱりもうちょっと頑張んなきゃなとか、もうちょっとああしなきゃこうしなきゃっていう、そのまあ次のね、さらに自分の稼ぐモチベーションだったりとか、次への仕事へのアイディアにつながったりとか、そういうところに、やっぱ繋げていきたいっていう気持ちで、買いました。なんでね、まあそれなりに僕はその目的を持って買ってるつもりなんで、まあいろいろね、批判の声とかはあると思うんですけど、まあそれはあの僕のスタイルなんで、そこは貫いていきたいなと思います。はい。もちろんね、せっかく買ったからには、うん、なんか、ね、ただ筋肉鍛えてね、わけわかんないこと言ってるバカって思われたくないからね、ちゃんとそういう風にいい車乗って、やっぱいい時計してるってのは、社会的にね、まあ最初ね、見た目だけで判断っていうのはちょっとあれだけど、まあ銀行行ったって何したって、最初ね、見た目ちゃんとスーツバチッと着て、時計ちゃんとしてるとかね、いい靴履いてるとかってね、絶対見られるし、取引先行ったって、それは見られるし、だからそこをね、やっぱり、やるに越したことはないんで、はい。で、そこはね、しっかり意識して、ちゃんとそういう付き合いの時は、やれるような人間にはなってきたいと思うんで、最低限はね、そこは揃えようと思って、時計とか車とか、買ってます。だから決してね別にその金が第一で筋トレどうでもいいとか、筋肉がどうのこうでね金の方が大事だとか別にそういう考えは、なくて、本当僕の原点はトレーニングだし、そこに対する思いとか情熱とか考えは、一切ねトレーニング始めた頃からぶれてないんで、そこは安心してください。ただねみんなにやっぱり、夢を与えるじゃないけどね、ああそっか筋肉ね極めてこういう風にやればね、社会的にも、こういう地位になれるんだとかこういうもの買えるんだとかね、まあ、そういったね、いい意味で洗濯機すげえ買ったらうるせえんだけどいい話してるんだけどまあそういう意味でね、皆さんにもね、いいイメージだったりとか、夢とかね、希望じゃないですけど、まあ、そういうのを、僕がね師匠だったりとかその KP のねキングプラチナルジムのオーナーさんだったりとか、まあ、その尊敬する人間がね、3人4人って周りに身近にいるんですけども、まあ、そういった方々にいつもね僕が夢とか希望を与えていただいているように、僕もねこういったねせっかく媒体があるんで、皆さんに何かしらね、そういったものを感じ取っていただけるようななんかねものを、見せていけたらなと思います。まあ、僕のね成長過程とか成長記録を含めて、まあ、ちょっと僕はね動画を上げていけたらなと思うんで、
お車来たらちゃんと報告します、はい、でまあいろんな意見はあると思うんですけど、そういう気持ちで僕は買ってるんで、ぜひね応援してください。ちょっと長くなっちゃって、肉一口しか食ってないけど、最近はこんな感じで頑張ってます。体もね、ちょっと絞れてきたな。今日胸トレやったばっかだから、ちょっとパンパンだね。うん、はい、ここからギアサードに上げてね、頑張ってます。